舞伎町最強の男坂田銀時さん。どうせなら四天王全員で話がしたかったんじゃが、そちたちに集まってもらったのは他でもない。今この町が近年ないほど緊張状態であることはそちたちも存じていよう。捨ておけば間違いなく戦争が起こる。そのような事態は誰もが望んでないであろう。この町は誰のもんでもありゃしない。私もあいつもこの町で筋通して勝手に生きてる。ただそれだけさね。この町はこのジロ町のものだ。もう一度だけ言う。この町から出て行け。一つ頼めるかい。四天王だなんだ勝手に呼ばれちゃいるがね、私は勢力一人たりとも持っちゃいない。私だけで終わりにしてくれよ。あいつら何の役にも立たない。ただの私の家族さ。そいつがてめえの答えか。あんたの死に際なんて私は見たくないよ。